さあ今日もなかなか優秀な皆さんが揃っているようですが、早速始めましょう。相馬さんよろしく。スーパーモデルでエクササイズビデオパーフェクトフィットを日本で発売したの。緑の方。その通り。よくご存じでした。13番に緑が点灯いたしました。こういう形ですが、参ります。この問題どうぞ。信じていた人に裏切られ、ひどい目に遭わされた時などに使う言葉です。何をの赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。19番。いやー、そこに入ってしまったのか。さあ問題です、どうぞ。次の文章が正しいか間違っているか、本当か嘘でお答えください。水溶液にリトマス紙をつけた場合、青色リトマス紙が赤色に変化するのは水溶液。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。7番に入った。13番の緑が赤に変わった。さあ角に飛び込むのはどなたなのか楽しみです。この問題です、どうぞ。陽気比と幻想皇帝の悲恋を歌った。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。25番に赤が点灯いたしました。見事角をものにされましたが、さあ参りましょう。相馬さんよろしく。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康は赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。1番に赤が止まります。さあ角に入られたわけですが、問題どうぞ。アワビ、カズノコ、スルメ、この3つのうち大相撲。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。6番に赤が止まります。さあこういう形になったが、参ります。この問題どうぞ。EU、ヨーロッパ連合の本部があるブリュッセルは、緑の方。おやおや、やっと気にされたのでしょうか。問題どうぞ。キリシタンとして戦国の世を生きた細川ガラシャの父である。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の。さあ何番。11番に赤が止まります。緑の方。あと1問のご辛抱、この問題です、どうぞ。季節を示す二十四節気は1月の小寒に始まり。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。緑の方。お戻りください。そして赤の方。さあ何番。16番。おや、そこに入られましたか。4人です。この問題どうぞ。静ヶ丘の戦いで羽柴秀吉が破った武将。青の方。
さあ、お立ちいただきます。3人で参ります、この問題、どうぞ。47都道府県の中で、標高500メートル以上。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番？21番。21番に赤が点灯いたしました。見事角をものにされましたが。青の方。あと1問のご辛抱。この問題です。どうぞ。映画スーパーマンで、スーパーマンの胸にある S 字の色は。白の方。結構。よくご存知でした。青の方。お戻りください。そして、白の方。さあ、何番？15番。15番に白が点灯いたしました。はい、そういうことです。4人で参ります。問題どうぞ。虹の七色は、普通、内側は紫です。では、最も外側。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番？20番。20番に赤が点灯いたしました。さあ、他の方頑張る。次の問題です。夜が明けてから日が暮れるまでをひねもすというのに対して、一晩中のこと。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番？10番。10番。いった。15番の白が赤に変わります。さあ、どういうことになるんでしょうか。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ、問題です。バチカン市国のサンピエトロ大聖堂にあるピエ。白の方。その通り。お見事、正解です。白の方。さあ、何番？12番。12番に白が止まります。参ります。問題です。どうぞ。西暦千年、日本は何時代？赤の方。その通り。よくご存知でした。赤の方。さあ、何番？8番。8番飛び込んだ。12番の白が赤に変わった。さあ、こういう形になったが、リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。単位の接頭語で、10億倍はギガ。では、10。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番？5番。5番に赤が止まります。さあ、角に入られたわけですが、さあ、他の方頑張る。次の問題です。スノーボードで操作性の高いボードを使って技を競い合う種目を。タバ。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番？24番。24番に赤が止まります。はい、そういうことです。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ、問題です。 F1 レーサーアイルトンセナがレース中の事故で亡くなりましたが、何グランプ。緑の方。その通り。他の方も押されたんですが、一瞬早かった。緑の方。さあ、何番？3番。3番に緑が止まります。
では次の問題です。どうぞ。江戸幕府の二代将軍は秀忠。では室町。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。2番。2番に赤が点灯いたしました。さあどういうことになるんでしょうか。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。豊臣秀吉と側室淀との間に生まれた最初の子。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。4番。4番。飛び込んだ。3番の緑が赤に変わった。残るパネルが6枚ということは、あと1問でアタックチャンスに入る可能性が十分にあります。慎重に参りましょう。問題どうぞ。大阪城とともに最後を遂げた淀君の母はお市。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。23番。23番に赤が止まります。はい、そういうことです。さあここでアタックチャンスの問題です。このアタックチャンスで流れが変わるのか。それでは参ります。アタックチャンス。サウナ風呂の発祥の地として知られる森と水。赤の方。その通り。見事にアタックチャンスをものにされましたが、どういう作戦で来るのか。まずは何番。22番に赤が点灯いたしました。そしてアタックチャンスの狙い目は何番。13番。なるほど、そういう作戦できたか。アタックチャンス後の問題大変大事です。この問題です。4人です。この問題どうぞ。水で溶いた小麦粉を薄く伸ばして小豆あんを包んで焼いたもので、刀の鐔に。赤の方。結構。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。17番。17番に赤が止まります。こういう形ですが、これからが勝負の分かれ目です。残るパネルは4枚。大事な問題です。行ってみましょう。1185年、源義経が平家を打ち破った最後の合戦。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。9番。9番に赤が点灯いたしました。さあ他の方頑張る。次の問題です。1953年5月29日、ある国の登山隊が世界の最高峰エベレストの初登頂に成功しました。どこの。白の方。その通り。お見事、正解です。白の方。さあ何番。18番。18番に白が止まります。さあどういうことになるんでしょうか。この問題です。どうぞ。人気アニメ「キテレツ大百科」に登場するコロスケが大好き。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。14番。14番。いった。18番の白が赤に変わります。さあご覧いただきましょう。残るパネルが1枚。さあパーフェクトなるのか。問題です。どうぞ。
脊椎動物の内耳にあり、平衡感覚を司る三半規管の中に入っている液は白の方。その通り。他の方も押されたんですが、一瞬早かった。白の方、ラストコール。13番に白が止まります。ボード上をご覧ください。赤の方、おめでとうございます。お見事。